全日本柔道選手権大会は、年に一度開催される、男子柔道の無差別級、日本一を決める大会。戦後、全国柔道人が、一堂に会して、互いに休活を助し、平和日本の再建について語り合い、技を競い合う大会として、可能寺五郎没後十50年の催しを開催したのが、全日本柔道選手権大会の始まりである。後に、オリンピック、 世界柔道選手権の開催年には体重の重い階級の代表選考会となる。毎年4月29日に日本武道館で開催。優勝者には天皇杯が贈られる。大会の模様は NHKBS1 及び NHK 総合テレビにて生中継されている。前日には行動館で全国柔道講段社大会が開催されることが慣例となっている。 日本人柔道家には、夏季オリンピック、世界柔道選手権大会とともに、柔道三冠の一つとされている。なお、戦前の1930年から1941年までは、日本全国から男子の選手を招集する大会として、全日本柔道選手権大会の前身とも言える、全日本柔道選手権大会が開催されていた。しかしこの大会は、専門、 一般の二つに分類されていたのに加え、第八回大会までは四つの年齢別に細分化されていたため八人の優勝者が存在していた。第九回大会及び第十回大会は大会名も日本柔道選手権大会と解消し、年齢別が廃止され、専門一般の肉分で開催されている。このように、 唯一無二のチャンピオンを決める現在の大会とはかなり質をことにするものであった。また、1949年の決勝戦は2度の延長戦にもかかわらず両者ともあざがほとんどなく、主審の三船急増の判断により引き分けとされたため、両者優勝という記録が残っているが、ポイント、判定及びゴールデンスコア方式による延長戦で勝敗を決する後の試合規定では、 起こり得ない最低である。かつて党大会での審判員は男性のみと規定されていたが、2017年からは審判員15名のうち女性の審判員を3名登用することに決まった。2019年の大会では史上初となる両者反則負けが言い渡された。2020年の大会はオリンピック代表の選考対象から外されることになった。また、 従来は前回大会の決勝進出者や前年のオリンピック世界選手権の各階級優勝者最重量級のメダリストらが推薦で大会に出場できたが今大会では大会の価値を維持するためにそれらに加えてオリンピック各階級の代表及び補欠選手さらにはグランドスラム大阪2019の各階級優勝者にも 出場資格が与えられることになった。また、東京オリンピックに向けての日本武道館改修により、千葉ポートアリーナで開催することに。しかしながら、新型コロナウイルスの影響により、4月に開催予定だった本大会を史上初めて延期することになった。その後、12月26日に、行動館の大道場において、無観客で実施されることに決まった。 2021年の大会は新型コロナウイルスの影響で地区予選の実施が困難となったために通常の4月開催から前年同様12月26日に延期されることとなった。ありがとうございます。